スライマンイコール島内市スレーマン島は、キルギス第二の都市押し近郊にある山である。山の名前は、スライマーンの山の意味で、予言者のスライマーンが登入したとされる伝説に、従って18世紀に名付けられたものである。崇拝の対象となってきた文化的景観として、2009年には、キルギスでは初めてユネスコの世界遺産リストに登録された。かつては、 イスラーム伝播以前からの伝統的な信仰にとっても、ムスリムにとっても重要な巡礼地となっていた。この山は今、なお地元のムスリムたちの崇拝の対象となっており、モスクのある最高峰への階段が設置されている。そのモスクは1510年に建設されたもので、20世紀に大規模な修復を施されたものである。この山の信仰の歴史は古く、 新石器時代に遡る戦国画などが刻まれた礼拝書なども残っている。岩山はフェルガナ渓谷の平原から出し抜けに喫立しており、優れた景観とともに地元民にとっても旅人にとっても人気の場所となっている。スライマーンはクルアーンにおける預言者の一人で、山には彼の墓とされてきた社もある。伝説によれば、頂上にあるその社に登り、 聖なる岩を横切っている広場で腹ばいになると健康な子供を授かるとされている。山の木々や茂みには無数の小さな布切れが結びつけられている。それらは訪れた人々が願掛けで結んでいったものである。山にはソビエート連邦時代に作られた博物館もあり、出土した考古資料や歴史についての展示をしている。山腹の麓近くは共同墓地になっている。 スライマンイコール等は中央アジアにおいて崇拝の対象になってきた霊法の優れた霊章として2001年1月29日に世界遺産暫定リストに搭載され2009年の世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された文化遺産としてのカテゴリーはサイトで文化的景観とも位置づけられているスライマンイコール等については 石器時代から青銅器時代にかけての遺跡、全国画群、礼拝所、三景堂、イスラーム建築、博物館の6つの要素が評価されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。公式の登録名は、スライマン、トゥーセークリットマウンテン及びモンターニューソクレイ、デスライマン2である。その日本語訳は文献によって、揺れがある。 ありがとうございます。